結婚記念日と私の誕生日です。今日で30歳になります。イエーイ。で今からあのホテルでランチとその後にちょっとお買い物してブラブラしようと思います。なので一緒に見てね。また後でね。バイバイ。おしゃれ。ここはホテルマリオットでございます。去年の結婚記念日は、今パリスヒルトンって言おうとしてたんだけど、パリスヒルトンじゃなくてヒルトンホテルでランチしてました。でここはマリオットね。ヒルトンホテルと同じ感覚でバイキング、いろんな食べ物のバイキングがあって、サラダバーとか自分で取ってテーブルに戻って食べるって感じ。でマリオットの場合はメインディッシュを3つ選べれる。うちはポークとなんかホタテとあと魚選んだんだけど、ユウスケはオマールとホタテと牛肉で、もちろんワインも頼みました。こんなに少ないのに1500円もするよ、あのワイン、やばいんだよね。で一番の好きなコーナーはデザートコーナーです。これリンゴのゼリーとなんかコーヒーゼリーもいろいろ取りました。で結婚記念日とか誕生日とかで予約するとこんなサービスも出てきますよ。あのちょっとぼやけて見えてるのが私のカメラが汚かったです。でそれユウスケに言われてちゃんとカメラ拭いて、ほら綺麗になったちゃんと見えてる、綺麗に見えてる。でデザートコーナーは良かったんだけど、やっぱパリスヒルトンの方が喋れません。ヒルトンホテルの方が良かったです。でここがすごい一番美味しかったのがアイスです。もうこのアイスはね本当にめちゃくちゃ滑らかでめちゃくちゃ美味しかった。あの指さしてごめんなさい。アイス選んでその横にトッピングとか好きなトッピングでトッピングできます。ユウスケは何のアイス選んだかちょっと覚えてないんだけど、自分がチョコレートと抹茶選びました。ユウスケは女子力高いからすごい可愛いデザインできたけど、私はもうおっさんおっさんみたいなデザインしてました。おっさんが人生で初めてちょっとおしゃれなホテル行って、どうしたらいいかわからへんみたいな感じでしたよ。私でした。見てよあれ、あのスプリンクルのひどね、ここでユウスケちょっと自慢しとって、俺の方がなんか可愛いやろみたいな。女子とおっさんでした。おっさんの方が私やけどね。ユウスケディオール行く、ディオール見る。いつもここら辺ブラブラするとやっぱディオールとかなんかそっち系行くね見て見て、かわいい。だけどかわいいけど、うちは絶対物持ちすぎてるから、こんなちっちゃいカバンに何も入れれなくて多分イライラすると思う。でその後にちょっとメンズのディオールも行ったんだけど、これ見て、後で見せるんだけど、あこれね、このニット、これメンズすごいなんかかわいいパールついてて、もうなんて素敵なデザインだよね、この外のデザイン、もう入りたくなる。でもう服見飽きたから化粧品コーナーに来ました。私化粧品コーナーに来るとちょっとゾンビになってまうので、撮るのを忘れてしまってちょっと夢中になりすぎててしまったな。帰ります。ユウスケにこれ買ってもらったの、これ香水ね、あのイヴ・サンローランのリブレっていうやつ。これねめっちゃいい香りしてたの。以上です今日の結婚記念日と30歳の誕生日でした。おめでとう。ありがとう。バイバイ。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。